おはようございます。すすきの YouTuber たまさまです。今日はですね、フィットネス的なことをやりたいと思います。かかと上げ、簡単でいい運動になるんで、お時間あればやってみてください。まあ何回やるかですね。はい、結構辛いと思うんですけど、まあ100回まず、はい、目標でやってみたいかなと思います。かかと上げをするメリットはですね、ふくらはぎが鍛えられるんですけど、ふくらはぎっていうのは第二の心臓って言われてるんで、ここを鍛えることによって血行促進と、まああとリンパ液が流れやすくなったりとかするんで、結構ねアンチエイジングにはいいんじゃないかなと思います。それと、冷え性の改善、あとむくみ取ったりとか、なんか効果がねいろいろあるのでね、ぜひ皆さんもよかったらやってみてください。まず僕はかかと上げ100回を目指します。で、普通のかかと上げはこう上げてゆっくり下ろすみたいな、上げてゆっくり下ろすみたいな感じなんですけど、もうちょっと負荷かけたいんで、上げてこうつかないところでまたこう上げてみたいな、かかとを下ろしきらないところで止めてやりたいと思います。ちょっとなんかバランス取れなくてなんかついちゃうかもしれないですけどね、その感じで100回目指してみたいと思います。すいません、なんと60回目にして、足元のカメラが回ってないことに気づきましたなので2回目いきたいと思います。達成しました。結構ねもう30からもう結構きつくなってきますね。で、50になってもだいたいバランスが1回こう崩れちゃうぐらいの感じがあります。はい、皆さんもよかったらね、無理しない回数で、まあセット数をね多めにやった方がいいと思うんで、無理しない回数、最初はね10回とかでもいいと思うんで、10回をねかける3セットみたいな感じでやると結構いいかもしれません。はい、以上、今回はフィットネス的な感じで、タマ様でした。またね。